はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回はちむどんどんの第56話について皆さんと話していきたいなと思っております。はい、第56話はあれだね、19歳で、矢作さんは結婚していたという事実が発覚したという日でしたね。うん、ね、矢作さんが結婚していた感じは全くね、感じなかったのと同時に、矢作さんが結婚しているとなるとね、信子のなんかこの信子への恋の人が一人減ってしまったという感じで、なんか面白さはちょっとね、半減ですよね。矢作さんがね、もうちょい信子を好きになったりしたらちょっとね、あれっていう面白さがね、一つ増えたんですけれども、もうそれもなくなってしまったというね。和彦にね、行くっていうのはね、もうね、これはね、まあ行くんでしょうけども、良くないね。これ本当に、本当に、本当に良くない。これは。ね。飯豊さんは、非常にね、いい感じで、悪いところ一つもないんでね。これはね、これはね、もうね、そこに行ったら本当にこの、ちむどんどんの終わりが来るっていう感じがしますね、これね。それ、いるっていう感じありますね。でね、散々この信子の家、信子の家族たちは電話してたのに、急に今日手紙になりましたね。急に手紙報告あんなに電話してんのに急に手紙になったっていうところも、なかなか面白いところだったんじゃなかろうかと。そして涼子がちょっと厳しい先生になってるね。そこもちょっと気になるところですよね。そして先輩風を吹かしてましたね、先生としてね。なかなか涼子が悪い子になっていってますね、どんどんね。そして22がまた変な、騙されちゃって、またあんなに石鹸買っちゃって、あれいくら払ってんの、あれ意味わかんない。そんな、だって1ヶ月分の給料ぐらい渡してましたよね。なんかよくわかんないけど、どっさりと。もうさ、もうどうなんですか皆さん、これと。ねえ、さつかあいみさんとの、ニーニーとの仲が進むのかと思っていたら、新たな、そっちに新たな人なんだね。信子じゃないんだね。何なんでしょうか、不思議ね。でね、和彦も結婚みたいな感じになってましたよね。なんか流れ的には普通に結婚でしょうみたいなね。あの飯豊まりえのさんのその両親もね、一緒に食事してね、いやもうそこまで行ったらそうでしょうみたいなね、雰囲気で出来上がってんのに。だから和彦が一番、和彦も頭おかしいですよね、ちょっとね。サトルがね、ちょっと未来のことについて話そうと思ってみたいなこと言ったら、日本の未来って言ってた、沖縄の未来って言ってましたよ。なんどういう、なんだかもう本当にみたいなところはありませんでしょうか皆さん。これね、って感じだよね。ね、そんでまたその信子が仕事から帰ってきて、銀座から鶴見に帰ってきて、仕事終わんのだってそんな早くないでしょ、いくらなんでもっていうのに、あの居酒屋にはね、いっぱい人いるって、あれ何時設定なの、もうね、普通に7時8時9時10時、早くても10時終わんの。でもいろいろやったら11時ぐらいになるよね。で帰ってたら12時ぐらいでしょ。すごいね、鶴見って街はって感じがしましたね、あれはね。
不思議だね。時間の感じもちょっと不思議すぎるんだよな。あとはあれか、共同売店の人の善一さんだっけ、あの転ぶシーンとかいる、あれ全然意味わかんない、何につながるんだあれは、貴重な15分間の中で、あれいります皆さんみたいなのばっかりですね。もう今回何なんだって感じありました。はい、そんな感じですが毎日楽しく見てます。はい、さて私リーノンジザワイザー、今週金曜日にアコースティックのイベント歌は続くよどこまでもっていうのがありますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。待ってます。それではまた、バイ。